お疲れ様です。今日は和歌山県で12階建て40メーター上からの単管パイプを落として、まあ直撃か、26歳の男性に直撃死亡という話があって、まあ今ね、うちのコメントにも結構それ意見聞かせてくださいって書いていただいた方も何人かおるんで、まあせっかくなのでちょっとお話ししようかなと思うんですけど、あのね、ちょっと僕もさ、そのね、人も亡くなっとる話なんで、そう簡単なことをね、現場も見てないのに言えないから、ちょっといろいろずっと調べた上でちょっと言うんですけど、まず一つはね、ちょっとね、ネットとか、ああいうツイッターとかにも出とったけど、なんか、まあ悪いやつだとか、あとね、このなんだろうな、これネットでこれ書いてる、これ、まあ、見えんかもしれんけど、まあ止めてみてね、もしあれだったらね、あの足場強者ほんとクソヤンキーとか生きって怒鳴り散らして絶対事故起きるわっていつも思いながら見てるとかかさ、うん、いろんなこと、まあ職人さんね、職人さんを、まあ、悪く言う。結局職人がまあ叩かれる素人集団の集まりとか、4日前かなんかにもあったんだよね、これ物を落としたっちゅうの。だけどさ、まあよう考えてほしいんだけど、物なんか落ちるんだよね。で、俺ちょっとネットに書いてあるので、どこまでか知らんけど、あのニュースのやつもだいぶちょっと見て、あの防護ネット、要は足場を組んだ時にさ、ネット張るんですけど、まあ、ネット張るプラスその補助ロープっていうのが、俺ちょっと意味が分かんなかったんだけど、補助ロープっていうのは何、物が落ちないようにロープするんだけど、結局なんだろうね、解体してる作業中だから、これ多分ね、見てると足場はもう解体してるところだから、ネットも意味ないのよ。ネットだんだん取りながら物ばらしてくんだから。これネット張るっていうのは、あの足場組んでネット張って、で看板屋さんが入ってる間に絶対物が落ちないようにするためにネット張ったりするんだよね。で結局またその足場で、結局足場って一番危険なんだわ。足場組む時も物を落とす可能性あるじゃん。だってどう考えたって最初の1本目のパイプにネットなんか張れないし、補助ロープってその材料にロープかけるっていうのもあるんですけど、だけど俺は一つはさ、何これ何の問題かっていうとさ、まあ職人悪ないと思うな俺、まあ、ぶっちゃけこれも物落とした当たり前でしょ。だってあのネジ1個落としたって人死ぬでね。だからそういう中で絶対に落としたらかんっていう環境はないので、もちろん落とさないようにやっとんだよ。あの一つ言ってるけど、40メーターめちゃくちゃ高いからね。そういう中でまあ1個物落としてもいかん、もう本当にネジ1個落としたって人に当たりゃ怪我するでね。だからそういう中で、あの俺も下に人を入れとったこと自体が問題なんじゃないのかなって僕は思ってるんです。でちょっと見てほしいんですけど、まあ、これ Google マップなんですよ。まあちょっと見づらいかもしれんけど、これさ、これちょうど目の前なんですよ。見えるかな、これ建物、ここなんだよね。これか、この青い建物なんですよ。ちょっと見づらいと思うんですけど、この上に見えるの分かるかな、上にちょっとさ、ここら辺か、ここら辺にさ看板が見えるんですけど、じゃあこれ下どうなってんのっていうと、こんな感じなの、道路。ちょうどさ、こんなとこさ、人通してること自体おかしくない？だって今上ちょっと見てもらっても分かるんですけど、この看板はみ出てんだよね。見えるかな？要はその建物よりも看板が出てるんですよね、もちろん。空中に出てるんですよ。で、ここを足場組んでんだから、じゃあそれは俺は物を落ちるだろうって、そのネジ1個でも落ちるんだし、この看板作業って本当に足場ってさ、下から組んでると、そう大して怖くないって言ったらまあ、あれだけど、まあ俺は慣れてるだけなんですけど、この看板に足場を、外に看板の工事をするんだから、パイプ1本出してその先端に乗りに行かなかったわけだからね。
でそういう作業をしている人たちがまあまあ素人なんじゃないんだ、もう素人だったらこんなとこ絶対よう登れんし、うん、多分まあねどれだけのレベルの会社かは知らんけど、まあ、それなりの職人じゃないとこんなところで作業できないと思うんだよね。まあ、1年2年やっとる子はこんなところの40メーター先のパイプの上に乗って歩いてこいって言ったって歩けへんし、もちろん、うん、でなんちゅうかな、こういう足場会社の、まあ、構図として結局看板会社から依頼を受けて足場を組んでるのか、まあもうちょっとちゃんとしたとこだったら建設会社が全部の工事を請け負って看板屋さんと、まあ看板屋さんってあの文字とか作ったりする看板屋さんと塗装も全部一回やりますっていう塗装屋さんと足場屋さんに工事を分離発注してると、そうするとなんちゅうかな、もう俺どう考えても元請けに責任があると思うんだよね。例えばうちで、いやうちが看板工事受けて足場組んでくれって、まあうちは足場も自分のところでやるんであれですけど、結局足場屋さんが、いやまあ足場屋さんも元請けおるもんであんまり大きく言えんだけど、こんなんお前下人通しまったら俺は足場組めへんぞって言えやいいんだけど、いやね首も回らんじゃん、断られちゃうでしょ、あの仕事もらえなくなるってことですよね。なんでなかなかやっぱ言えない立場でもある中で、まあ、看板屋さんがお客さんから直接工事受けて足場屋さんに発注してるなら、まあ足場屋がねある程度あのガードマン入れてやらなかったんだと思うんですけど、いやこんなところさ、まあ、人通すやつがあるんだよな絶対に、うん、まあ、俺職人悪ないと思うんだよな、まあ、悪ないって言ったら失礼だな、死んだ人に向かって失礼だけど、ここだよね、これ角でこの上に両方と出てるんですよ、こっち面にもこっち面にも出てるんですよ、看板がね1メーターずつぐらい出てるんだから知れねえんだよ、この2メーターぐらい逃げときゃこの材料がヒューンって5メーターも先まで飛んでいかないから、2メーター区画しとけばこの十分区画できるところでしょこれ。ああ違う違う違う、 こっちはあれだ、上見てもらうとちょっとセットバックっていうか、これ玄関出てるからもう出てるのこっちだけだね、だってこっち面はこれもう出てるから、下はさこうなって、あの駐車場あの洗浄機になってるから、多分俺こっち歩いてたと思うんですよね、もちろん分かるかな、こっち歩いてたと思うんですよ、うん、でこっち側はこれあの洗車機みたいなのがあるんですよ、でもまあここは絶対落ちてこない、これ上があるからね、2階ぐらいまで大きくなってるから、あの出てるんですよね、これちょっと 見ると分かるけど、これね2階まで出てるでしょ、うん、だからどう考えてもこの青い側ね、青色の方に、まあ、物が落ちとるんで、まあ、ここで言うもう一個前で言うか、こういうこと、こういうことだよね、こうやって出てるからこっち側には落ちるわけじゃん、ここの上に落ちるわけでしょ、このだからこっちの青い方に多分落下してきとるんだよな、多分どう考えても。だけどこんなもんさ、こんな風になってんだよ、こんなもんどう考えたって通行止めなんかすぐできるんだよ、どうしても人が通らなあかんようなとこなのかなと思って、まあ一応ね住所も調べて見たんですけど、まあそうでもないんですよ別に見とる感じはね、だからまあこんなとこ通すやつがいかんよね、だと思うんだよな俺、まあ、分かんないこれ、まあね考察してくださいみたいなことなんかコメント書いてあったんで、まあせっかくね僕らも建設業界なんであれだと思うんですけど、まあまあまずそので補助ロープっていうのはちょっと俺分かんないけど、あそうそう材料もこれも持ってきてるんです、これね、まあこれちょっと違うんですけど、これ1800って言って1メーター80センチか、これわかる、これちょっと長いもの映んないか、まあだいたい身長と同じぐらいなんですけど、うん、これちょっとあの単管パイプでなくてこの足場の手すり材だから、これちょっと違うんですけど、ちょっと径ももうちょっと太いんかな、でこういうのついてない、ほんとこれもチョキンって切ったやつだわ、でこれが1メーター50センチでしょ、うん、1.5 メーターだから、でまあ5キロ、まあこの軽いもの、このまま頭に40メーター上から落ちてこや死ぬわね、うん、40メーター打ちたらバンジージャンプでもそんな高いところから飛ばんでね、だから、まあ分からんけど誰が悪い悪くないっていう話じゃないですけど、まあ人が不幸になっとるんでねあれですけど、と思います、
まあ本当に、まあじゃあ常識的に考えて下なんか人絶対通さないからね。まあそこが問題だったんじゃないのかなって。でね、危険な、まあアホな職人がやっとったとかなんだこうだって書かれとる人もおるんですけど、まあ俺は職人会ったことないし、まあ俺がとやかく言うことじゃないと思うんですけど、まあね、これだけの看板工事ってのはまあ相当危険な作業なんで、普通の戸建てとかね、マンションの足場組むのと全然わけが違う。もうそこから出してこなかったんです、だから。下から組んでいくのとも全然わけが違うし、まあまあ、まあ俺は物を落とすだろうって。俺でも落としたことなんか何回もあるんだから、そのね、落ちるのは当たり前。で、養生ネットができたでしょっていうのは、その、足場を組むときと解体だから、まあ、絶対に養生は、それはもちろんしとるけど、解体するときにそのネットをめくってから足場を解体するわけじゃん。ネットは張ったままなんか解体できないから。で、補助ロープって言って材料にロープを縛っとくっていうのは多分不可能だからさ、パイプだからね。1メーター500の。で、それだって人に渡してまた、どんどん上に人に渡してどんどんこう回しわけでしょ。回していくたんびにロープを外してまた繋いでっていうのは物理的に無理だから、どうにかその上でなったっていうのはもう難しいんだよね。足場の解体時だから、多分。俺が何個か動画見た中では。ただその足場を組んで解体するまでに事故が起きて足場にシートが張ってなかっただとか、パイプが緩んどったとか、かしめみたいなのがね、クランプって言うんですけど、まあ、そういうもんじゃないよね。で、これはもうその事故ですけど、材料が落ちる前提で作業していかないと、本当にもうこんなもんが落ちちゃって、40メートル上から頭に直撃したら死ぬでね。だから本当にそういう世界なんじゃないのって、やっぱ思います。ちょっと長くなりましたけど。はい。まあ僕の考えはこんな感じです。勝手なこと言ってますけど、よろしくお願いします。チャンネル登録といいねか。チャンネル登録といいねも、ぜひ、皆さんよろしくお願いします。